いやいい修行になったが、カムイと聖主とドラゴンとぶつかって生き残るなんて奇跡だな。フィーのおかげよ。まだ眠っています。力も気力も振り絞ったのでしょうね。汚れを焼く炎、とんでもない力を持っておるの。この子がカノヌシの一部だから。じゃろうな。最高の切り札じゃが、同時に何でもいいが儲け損ねたわい。賭けはわしが勝つはずじゃったのに。どうでもいいでしょ、百ガルドくらい。ちーっともよくない。百ガルドを笑う者は千ガルドで大爆笑。この恨みは深いぞよ。で、次はどうするんだ。変わらないわ。カノヌシを封じてアルトリウスを撃つ。カノヌシが覚醒したということは、封印する方法もあるはずよ。やはり手がかりはグリモワールの古文書ですね。レウィックたちと合流しましょう。いいのね。正解かどうかは分かりません。でもアルトリウス様が必要とする犠牲を仕方ないと済ませることもできない。だから自分の心に従って戦います。たとえ間違っても後悔しないように。とことんめんどくさい性格ね。あなたに言われるのは心外です。アイゼン、ベンウィックたちへのつなぎを頼む。やはりあのゴーマは。アイゼン、まずは休息をすべきだ。かなりの連戦だったからな。じゃな。棒もザビーダも大きいしの。今日は宿で休みましょう。エレノア、ライフセットをお願い。あなたが背負ってあげたら。ライフセットはあなたのために。お願い。わかりました。マギル、お前賭けに勝てなくてよかったな。負けて喜ぶ魔女がどこにおる。わしが負けたのはヌシラがベルベットを甘やかすからじゃぞ。そうか、別に何もしてないけどな。俺たちはな、何もせんのも優しさなんじゃよ。せっかく開いたベルベットの傷口に塩やら砂糖やらすり込まぬとは甘すぎるわ。賭けの損失はヌシラに払ってもらうからの。なら俺たちを混ぜて賭けの続きをしてみるか。ほう、面白いな。俺はベルベットが折れる方に1万ガルド。ほうほう。俺も折れる方に1万ガルド。ほうほう。ってこらー、わしがベルベットが折れる方にかけたいのを知っとるじゃろうが。それは早い者勝ちだ。賭けるのをやめてもいいぞ。いやいや、賭けから逃げたとあっては勝負師マギルーの名が号泣するわい。仕方がないから乗ってやるわ。わしはベルベットの心が折れぬ方に10万ガルドじゃ。なぜ笑う。いや、お前って素直じゃないけど案外可愛いところがあるよな。可愛いじゃと。魔女に対してなんという褒め言葉を。不名誉毀損じゃ。ヌシラがかけた2万ガルドは賠償として没収じゃ。お姉ちゃんって呼んでいいんだよね。私は精霊シアリーズよ。セリカの記憶を受け継いだだけ。それは同じ人ってことじゃないの。何をもって同じ人というのかしら。姿や記憶が同じでも。そうね、心が変わってしまえばそれはもう同じ人じゃ。もし私がセリカだとしても姉と呼ばれる資格はないわ。アルトリウスの命ずるままに妹と弟を生贄にしてしまったんだもの。私こそあなたを食べちゃった。私に責める資格なんて。
あれは私が望んだことよ、ベルベット。あの時無事に済んでも、いずれああするつもりだった。私の力をあなたに与えるために。どうして？降臨の日の直後、私にセリカの記憶が戻ったの。分かってしまったの。自分が何をしたのか。あの優しかったアーサーが冷酷なアルトリウスに変わってしまったことが。なぜ記憶が？わからない。転生した精霊にはごく稀にそういうことがあるらしいけど。うん、これはきっとあなたたちを苦しめた罰ね。だってアーサーを愛しく思うほどアルトリウスが許せなくなるんだもの。あの人を憎んでしまう私はセリカじゃないのよ。シアリーズではあの人をアーサーには戻せない。かといってアルトリウスを倒すこともできない。でもあなたなら、私の力を完全に身につけたクーマのあなたなら、どうしアルトリウスを。分かったわ、必ず。ごめんね、ペルベット。自分の憎しみの決着をあなたに押し付けちゃった。最後のお別れに謝りたかったの。あなたに会えてよかった。私はラフィーのお姉ちゃんで、セリカお姉ちゃんとアーサー兄さんの妹で、幸せだったよ。ベルベット、もう起きて平気なの？うん、それより危ないわよ。あ、とうとうこんなになっちゃった。当然よね、平穏な世界より自分の復讐を願ったんだから。最下の剣手なんて呼ばれても言い訳できないわ。人間でもゴーマでも魔王でも、ベルベットはベルベットの髪は綺麗だよ。昔ね、ラフィーも同じことを言ってこの櫛をくれたの。胸が痛いね。それでも、だから私は決めたの。アルトリウスとカノヌシと決着をつけるって。私自身と私が大好きだった人たちのために。僕もだよ。羅針盤がなくても進む方向は自分で決める。アルトリウスも私が倒すけど、カノヌシを殺したらライフィセットと私たちクマは。羅針盤か。アイゼン、てめえなんて黙ってやがった。落ち着け、お前が気絶してたからだろう。俺は行くぜ、あいつを止める。何事ですか？バンエルティア号からシルフもどきが届いた。よかった、みんな無事？今はまだな。ベンウィックたちは逃げる途中でアイフリードがエンドガンド領にいるという情報をつかんだらしい。リオネル島で合流しようと伝えてきたんだ。
その情報って罠だ。仕掛けたのはあの大角のゴーマ、おそらくアイフリード自身だ。あのゴーマがアイフリード？マジなのかい？おそらくだ。リオネル島に向かうわよ。相手が誰だろうと、手がかりとヴァンエルティアを失うわけにはいかない。足はどうする？ここへ来た船は多分ザビーダが乗っていったぞ。港で適当なのを奪う。サイカというにはせこいけどね。パーシバル王子が無事に王都に戻られたそうだ。勢力が総力を挙げて救出作戦を行ったみたいだよ。サイカの剣手に誘拐されたって聞いてたけど、王子が助かったってことはあのゴーマは。ああ、サイカの仲間ごと殲滅したって知り合いの王国兵が言ってた。セイリオの情報操作か。これでようやく安心して暮らせるわね。いやいや、俺が聞いた話じゃサイカが死んだかどうかは怪しいぜ。サイカのアジトはぶっ潰したそうだが、サイカの野郎は逃げ延びたっていうやつもいるんだ。どうして逃げたなんてわかるの？レニードの漁師が監獄島があるって噂の海域でつい最近セイリオの船団を見たんだってよ。そのすぐ後に船団を見かけた海域から猛烈な速さで海賊船が逃げていったらしいんだ。そいつは間違いなく俺たちだよな。隠し事ってのは簡単にはできないもんだな。レニードには監獄島の囚人の死体が流れ着くって話もあったし、まんざら嘘じゃないかもな。やっと安心できると思ったのに。サイカの剣士はどこに行ったのかしら。清涼にはもっと頑張ってもらって、早いとこあの化け物を退治してもらわねえとな。好きに言ってくれるわね。今度の週末は土曜のウサギの日だよ。土曜のウサギ聞いたことあるぞ。ウサギを食べて元気になろうって日だろ。ウサギを食べるの？違うわよ。月に一度第3土曜日の夜に寂しい人はウサギを抱いて寝ようって日よ。ふわふわとした毛並みと長い耳を撫でて寝るといい夢が見られるのよ。いや、でも食べるって聞いたぜ。それは土曜のブウサギよ。ブウサギもあるの？そう、第3土曜日の夜寂しくない人はブウサギを食べて元気になっちゃおうっていう日。おお、ブウサギは滋養競争にも効くし寂しくない人にはもってこいだな。土曜のブウサギで家庭円満よ。ブウサギなんかかわいそう。帰らずの海に清涼の船が向かうのを見たんだが、何をしてるんだろうな。あの辺りに近づくのを禁止してるらしいぜ。港の組合宛に清涼からお達しがあったのと。カースランドの秘密を守るために抜かりなく予防線を張ってあるということか。でもそんな通達なんかなくてもここらの船乗りは近づきゃしないけどな。羅針盤が使えないとか化け物が出るとか物騒な言い伝えもあるし、実際帰らなかった船もあるしよ。帰らずの海がヤバいってのはみんな知ってるもんな。そういやこの前よその港から来た船があの海でドラゴンに襲われたって話が出てたぜ。ドラゴンだ？海賊病にかかって悪夢でも見たんじゃないのか。俺もそんなことだろうとは思うけど、まあ清涼が近づくなって言うなら何かあるんだろう。触らぬお上にお咎めなしさ。帰らずの海とは私的な名をつけたものじゃ。連れて行かれた精霊にとっちゃまさに私的だもんな。清涼が管理してるのはどこもそんな場所ばかりね。この船がいいのでは？船体もしっかりしてるし人も乗っていないようです。やけに張り切るわね。意外に火遊び好きなんじゃな。そういうわけでは。どう、アイゼン？問題ない、出航するぞ。アイゼン、順調？
もうすぐ到着するはずだ。この船はいい羅針盤がついていたからな。うん。だが俺の針は揺れているようだ。初めてあのゴーマを見た時からアイフリードの気配を感じていたはずなのに、無意識に認めまいと押し込めちまった。アイフリードが大事な友達だからでしょ。死神の力もアイゼンの流儀だって言ってくれたんだよね。冒険を盛り上げるいい道連れだともな。一緒に20日も漂流して死にかかった、海の上で。すごい人だね。お前も同じことをベルベットにやっただろう。アイゼンが教えてくれたからだよ。自分の舵は自分で取れって。そうだな。それがリオネル島が見えた。まずい、バンエルティア号がもうついてやがる。遅かったか、ヘレノー。何があったのですか。いきなり綱のゴーマが襲ってきたの。かろうじて息はある。ザビーダが駆けつけてくれたのよ。じゃなかったら全員殺されていたわ。俺が迷ったせいだ。奴らはザビーダが引きつけて島の奥へ向かったわ。行くぞ。本当にあのゴーマはアイフリードなのかな。本人を一番よく知ってるアイゼンが言うんだから間違いないだろうな。でもあなたや黒金のように強い意志を持った人間はゴーマになっても自分を失わないのでは。アイゼンの話を聞く限りアイフリードも相当な意志の持ち主だと思いますが。自分を失わないと言ってもゴーマはゴーマだ。残った自分ってのも人間の時と同じじゃない。人間だった頃の気持ちは忘れちまったが、多分人間の六郎から見たら今の俺は立派な化け物さ。ゴーマ化したアイフリードに残った自分が清涼への服従を選ぶこともあり得るわけか。いや、メルキオールとあやつの呼吸はいまいち合っておらんようじゃった。多分幻術を利用して操っておるのじゃろう。ローライネやアバルで見たような幻。それでゴーマを操れるの。現にできておる。ま、操ることよりもあのアイゼンが認めたほどの強靭な精神の持ち主をゴーマに落とす方がよっぽど難しそうじゃがな。おそらくメルキオルは相当えげつない幻術を使ったんだろうな。アイフリード、アイゼン、急がないと。ザビーダ一人じゃ危ない。いや、ザビーダが味方とは限らんぞ。あいつも流儀を曲げないからな。白角のドラゴンの時のようにアイフリードを守ろうとするかもしれん。それはアイゼンだって同じでしょ。だって相手はアイフリード。ゴーマになったアイフリードだ。アイゼンの親友のアイフリードじゃない。人間に戻せないとしても何か方法はないのかな。せめて心だけでも取り戻せたら。肝心の心そのものが変わっちまうのがゴーマなんだよ。現にアイフリードはベンウィックたちを襲った。あんなにあいつを慕っている仲間たちをな。アイゼンはどうするつもりなんだろう。わからん。決めるのはあいつだ。最悪アイゼンとも戦うことになるかもしれん。お前も覚悟はしておいた方がいいぞ。そんな。ザビーダ、お前はやめろ。この拳は間違いねえ。こいつはアイフリードだ。なぜやり返さない。こいつには俺を俺に戻してもらった借りがあるからよ。今度は俺が元に戻してやる番さ。ゴーマはもう人間には戻らん。だからって流儀を変えられるかよ。
なあ、アイフリード！ザビーダ！子供まで狙うのか？ベンウィックたちは共に命を張った仲間だ。ザビーダはバカだが仁義を通した。奴らの流儀を踏みにじる野郎はてめえでも許さねえ。お前にはでかい借りがある。それを今返すぜ、アイフリード！いいのね、アイゼン。けじめをつける。言うてもこやつクソ手強いぞ。当然。だからこそ俺がやる。やってるじゃん！
ここまでね。今度は人質か。ごめん、でも構わないで。僕だって覚悟を決めてるよ。分かった、お前はもう一人前の男だ。家族、仲間、かつて俺が掴もうとしたものはみんな手のひらからこぼれ落ちちまった。だがあるバカはどうせ掴めないなら拳を握って勝ち取れと笑っていやがった。この拳で取り戻すぜ。お前の言った通りにな。お前の拳だな。悪い、面倒かけちまった。いいさ、ダチだからな。アイフリード！だ。ごめん、僕が今の力をちゃんと使えれば。泣くな、覚悟決めたんだろう。でもアイゼンはずっとアイフリードを探してたんだ。苦労症だな、相変わらず。坊主、いいこと教えてやるよ。お前の力はカノヌシの一部なんだとさ。だからもし奴の領域を封じ込めれば面白い喧嘩ができるかもな。領域を封じる。血脈に眠る治水花風の四聖種、そいつらを叩き起こせば。急げよ、今アルトリウスとカノヌシは沈めの儀式とやらで動けねえ。足抜くなら今だぜ。分かったよ、アイフリード。一緒に行けねえのが残念だ。面白くなりそうなのによ。詫びは言わんぞ。当たり前だ、お前のおかげで退屈しなかった。またどっかで会ったら遊ぼうぜ、アイゼン。ああ、またな、アイフリード。世話になったな、ザビーダ。可能性はあったんだ。なのに殺しちまいやがって。次に会った時はつけるぜ、てめえの流儀との決着をな。またな、ザビーダ。四聖種を起こすか。
あやつ面白いことを言っておったな。でもどうやって。さて、それはグリモ姉さんにでも聞いてみねば。みんな回復したようね。なんとか。それよりあのゴマは倒したわ。あいつは俺から話す。お前たちはグリモワールに四聖士の剣を問いただせ。副長アイゼン、頼むぞ。あいつが残した反撃の手がかりだ。うん。四聖士の復活か。確かにそれが叶えば、カノヌシの領域を抑えることができるでしょうね。カノヌシが封じている精霊の意志も解放されるかもしれません。きっと、タイマシに従わない精霊も出てくるよ。タイマシの戦力を大きくそげるわね。そもそもカノヌシによる霊能力の増幅がなくなれば、ほとんどのタイマシは以前のように精霊そのものを認識できなくなるはずじゃ。わしのように元から才能があれば別じゃがの。私もライフセットが見えなくなる。それはやってみねばわからん。エレノアならやってみましょう。どんなことになっても後悔はしません。しかし四聖主って神様だろ。叩き起こして平気なのか。治水化風を司っている奴らじゃ自然のバランスが大きく乱れるやもしれん。平気じゃなさそうだな。しかも復活させる方法はおそらく開門の日と同じだとすれば、日の夜に地脈天に生贄を捧げること。誰かを殺すの。殺すことが生贄の本質じゃないわ。必要なのは汚れなき魂よ。じゃとしたらベルベットはすでに持っておるのではないか。食らったタイマシたち。あつらえたようにお主は食らった力を打ち出せるクーマじゃ。こういタイマシどもの魂なら生贄として申し分あるまいて。オスカーやテレサの魂で四聖主を試してみる価値はある。次の日の夜はいつ。暦によれば降臨の日の3年後。もうすぐよ。ああ、時間が足りるかな。四聖主は別々の場所に眠ってるんだろう。ええ、各々の地脈の奥底に眠っているはず。でも地脈進展を利用すれば一気に全員を目覚めさせられるかもしれないわ。地脈進展？地脈の流れは基本水平なんだけど、ごく稀に縦の流れがあるの。力が地脈の底に潜っていく場所を地脈進展、逆に奥底から力が吹き上がってくる場所を地脈融点というのよ。うんうん。その地脈進展を使えば地脈の底におる聖主どもに一度に生贄を届けられるやもしれんの。場所は？ミッドガンド領の北部に神殿が一つあるわ。最近大きな神殿が建ったらしいけど。そこは聖主の御座じゃ。カノヌシがおる本拠地じゃし。あら、まずいわね。言うてんじゃダメかな。同じように地の底に繋がってるんでしょ。流れに逆らうことになるけど。押し込んでみせろって言うのね。言うてんはどこにあるんだ。おそらくキララウス火山あたりだろう。アイゼン、大丈夫だ。話は済んだ。キララウスといえばノースガンドの最北にある火山じゃな。氷と溶岩の地獄じゃが。まさにキララウス火山こそ最大の優点よ。要するにその火山にタイマシの魂をぶち込めばいいんだな。そうすれば四聖主が復活しカノヌシの領域を封じられる。あくまで推論ですが。私はかけるわ。僕も。ノースガンド領に向かうぞ。キララウス火山はヘラビーサの北だ。船の準備はできてるぜ。さあ、次の目的地はどこだい。いいの？恨みがあるならケリをつけるわよ。ああ、あんたらに何の恨みがあるって言うんだ。副長は副長らしく戦った。
船長は船長らしく死んだ。そうだろ？ええ。だったら文句を言う奴なんていないさ。最下の研修ごときに同情されるほどヤワじゃねえぜ。俺たちアイフリート海賊団は。わかった。また船を頼むわよ。お！大船に乗った気でいろって。バンエルティア号の雰囲気、見た目はいつも通りですけど、全然違いますよね。うん。ベンウィックの目も赤かった。そりゃそうだろう。だが、ここで取り乱したらアイフリードの流儀を否定することになっちまう。だから、怒りも悲しみも飲み込んで前に進む。ああ。流儀を貫くってのも楽しいばかりじゃないな。僕、清涼のこんなやり方、許せないよ。ええ。心を壊して操り人形にするなんて、認められません。じゃが、心を完全に操ることはできません。たとえバラバラに砕いたとしても、消し去れはせんのじゃ。アイフリードもそうだったよね。はい。体は消えてしまいましたが、あなたや海賊たちに心を託していった。マギルーの言う通り、心は消えないんですよ。心は消えない。そうよね。セーランは簡単に折れたか。ああ、やられたのはカノヌシにだが、シグレが相手でも同じだっただろう。固いだけではな。すまなかった。柄にもなく無心などとうぬぼれた。うぬぼれていいさ。お前の腕は間違いなく超一流だ。次の刀、期待してるぜ。お前は、まだ俺を信じてくれるのか？当然だろう。世界のどこにオリハルコンを刀にできる鍛冶がいる？そんな名工が、何百年も迷って悩んであがいた末に生まれる刀を、俺は振るってみたい。六郎。それとも、もうゴーランに勝つのは諦めるか？ふん。諦めた男の顔に見えるか？全く見えないな。後悔は順調だよ。問題は、アルトリウスたちの儀式とやらにどの程度の時間がかかるかだ。アイフリードは沈めの儀式って言ってた。おそらくカノヌシの力を解放するためのものよ。だろうな。ベルベットの絶望とライフィセットを食えていない以上、完全ではないはずだが、発動すれば人の意志が奪われる。そして醜い人の業は静まり、汚れは生まれなくなりましたとさ。めでたしめでたしというわけじゃな。意志が消える。昔の僕みたいに。何かが来る。